先週来報道各社の新聞やテレビ放送などで青森県をはじめ県内各市の新年度予算を目にする機会が多くなってきました。本日は当市の来年度当初予算案の概要を発表させていただきますが、予算の編成にあたりましては普通交付税の段階的な減少、大畑診療所不良債務解消のための繰り出し、三つ総合病院に対する債務負担行為の履行、国民健康保険特別会計の累積赤字を解消するための繰り出しなど、多額の行政課題が今後続くことに加え、少子高齢化による生産年齢人口の減少と老齢人口の増加が税収の伸び悩みや社会保障費を押し上げることになり、さらには大規模災害への備えや老朽化した公共施設の維持管理が財政運営へ大きく影響を及ぼしています。こうした状況を踏まえ、平成27年度の予算編成は財政の健全化を最重要事項として強固な財政基盤を確立するためのリスタートの年度と位置づけました。また財政健全化、すなわち持続可能な財政運営を行うため、すべての事務事業や各種補助金等の選択と集中による徹底的見直しを加速したものであります。この徹底した見直しで市民の皆様に我慢をお願いする場面も生じると思いますが、この我慢や痛みを分かち合うという思いで、特別職給与を管理職手当に加えて職員給与の減額措置を実施することとさせていただきました。この厳しい財政状況であるからこそ、国が掲げる地方創生戦略によりまして、投資が成長する戦略を描くために、定住自立圏やジオパーク構想などによる下北地域の連携強化や大学等との連携、地方創生などを担当する総合戦略課を総務政策部内に新設し、新たな光を見出していきたいと考えています。また国県等にある利用可能な補助金や交付金を積極的に活用し、既存の市単独事業に充当させるなど、さらなる歳入確保を図る狙いとして、財務部内に資金企画を担当する組織を新たに設け、持続可能な財政運営のための組織見直しを行っていきたいと考えております。来年度も非常に厳しい財政運営でありますけれども、最初の経費で最大の効果を上げることを前提としつつ、限られた財政の財源の中で本市成長の礎を築くため、予算案には陸奥市成長戦略2015を希望の街実現に向けた5つの重点施策を掲げ、元気、暮らし、教育、安全、魅力の向上につながる施策を積極的に取り入れて予算編成をしたところであります。それでは本日の発表事項に移りたいと思います。まず第1点目でありますけれども、平成27年度当初予算案についてでありますが、お手元に配布しております平成27年度陸奥市一般会計当初予算案の資料に基づいて進めてまいりたいと思います。平成27年度、今日ちょっと説明長くなりますが、平成27年度一般会計予算の総額は323億7200万円で、前年度に比べ4億100万円、率にして 1.2% 減の予算と編成しております。前年度予算との比較につきましては、6ページから7ページまでの予算の主な増減理由をご覧になっていただきたいと思います。詳細につきましては、陸奥市成長戦略2015希望の街実現に向けた5つの重点施策に基づきましてご説明をいたします。1つ目は元気の向上につながる施策についてでございます。まず、陸奥市のうまいを日本一推進プロジェクト事業についてでありますが、陸奥市で生産される安全安心な特産品について、市内をはじめ首都圏で開催されるイベント等を通じて積極的に PR することにより、販路開拓や消費拡大を推進し、産業の振興と地域の活性化を図ってまいります。次に陸奥市活力農産物育成事業についてでありますが、農業の振興及び産地化を目指す事業を展開するため、新たに農業協同組合と連携を図りつつ、ニンニクの生産拡大に取り組む農家を支援してまいります。次にアグリビジネス推進事業についてでありますが、道の区銀行と締結した食と農林畜水産業の振興と活性化に関する業務推進協定に基づき、
クラウドファンディングを活用した商品開発等を行う事業者に費用の一部を助成し、一次産業を中心とする食関連産業の連携支援、新たな付加価値の創造および販路拡大に努めてまいります。次に、漁港施設整備事業についてでありますが、漁港施設の維持・保全や機能強化等を推進することにより、安全・安心な漁業活動を行うための環境を整え、地域産業の振興を図ってまいります。次に、新魚市場整備事業についてでありますが、水産物流通荷さばき施設整備計画及び海水処理施設、漁業研修施設整備計画により衛生管理型機能を強化した施設整備を行い、水産業の振興、地域の活性化を図ってまいります。平成27年度は本体工事に着手させていただきます。次に日内岳周辺地域地熱開発関連事業についてでありますが、住民及び関係者等に対する先陳地視察および研修会の開催を通じてさらなる理解促進に努めるとともに、地表調査、文献調査等の本格的な調査にも着手し、新たな産業の掘り起こしを目指した取り組みを推進してまいります。2つ目は暮らしの向上につながる施策についてであります。まず健康マイレージ事業についてでありますが、健康づくり宣言を契機に本年を健康まちづくり元年と位置づけたことを踏まえ、市民の健康づくりに関する新たな取り組みとして、市民の皆様が健康目標にチャレンジしていただくことにより、共通商品券等の特典が得られる健康マイレージ事業を実施させていただきます。次にキッズパーク運営事業についてでありますが、子育て中の皆様から多くの要望がありましたキッズパークについて運営を4月から開始することとし、金谷公園等との複合的な利用も合わせ、子育て環境の充実強化を図ってまいります。次に立地適正化計画策定事業についてでありますが、人口減少及び市街地の拡散が生活および財政環境に大きな影響を及ぼしている状況を踏まえ、10年後、20年後の街の姿を見据えたコンパクトな都市構造への再構築等を進めるとともに、都市経営コストの縮減を図るため、立地適正化計画を2カ年で策定することとしています。3つ目でありますけれども、教育の向上につながる施策についてであります。まず小中一貫教育推進事業についてでありますが、学力向上と中1ギャップの解消を目指し、引き続き中学校9ブロックすべてに学習支援員を配置することにより、小中一貫教育の効果を高め、教育環境の充実強化に努めてまいります。次に脇沢小学校建設事業についてでありますが、地域の要望を踏まえ、小中一貫校として脇沢中学校に併設する形で建設に着手することとし、教育環境の整備を図ってまいります。平成27年度中の完成を目指し、本体工事及び備品購入を行うこととしています。次に小中学校非構造部耐震改修事業についてでありますが、天井材、外壁材及び照明器具など非構造部にかかる耐震化改修を行うことにより、子どもたちの安全安心な環境を確保し、もって教育の充実を図ってまいります。平成27年度は改修工事を行い事業完了となります。次に新体育館基本構想策定事業についてでありますが、老朽化により市民体育館が閉鎖されている状況にありますことから、市民ニーズの高い新たな体育館整備に向けて基本構想を策定いたします。4つ目は安全の向上につながる施策についてであります。まず消防団車両整備事業についてでありますが、老朽化した消防団車両を更新整備することにより災害時における機動力の維持、確保、消防体制の強化、充実を図ってまいります。次に横向町中央2号線整備事業についてでありますが、国道338号バイパスの恒常的な混雑の解消に向けた基幹道路とのアクセス路線、市役所本庁舎及び陸奥警察署等が集積する重要エリアの代替路線として道路整備を推進してまいります。平成27年度は用地取得及び移転保証業務を行います。次に市営住宅建設事業についてでありますが、三津市公営住宅等を長寿命化計画に基づき
緑町団地及び川内篠の木団地の建て替えにかかる整備を進めてまいります。平成27年度は緑町団地については外交工事と川内篠の木団地については既存住宅の解体工事を進めます。次に橋梁長寿命化修繕事業についてでありますが、橋梁の長寿命化に向けた計画的な維持修繕を行うことにより、総合的な管理経費の縮減に取り組みつつ、施設の維持及び安全性の確保を図ってまいります。次に道路ストック総点検事業についてでありますが、老朽化が進む道路の損傷状態を把握及び危険性の有無を判定するために実施した点検を踏まえて、道路の維持補修更新にかかる事業費の平準化に取り組みつつ道路利用者の安全性の確保を図ってまいります。最後5つ目は魅力の向上につながる施策についてであります。まずジオパーク構想推進事業についてでありますが、日本ジオパークネットワークへの平成28年3月の再申請を目指し、市民団体等に対する住民理解、事業の浸透に努めるとともに、事業内容を整理しつつ体制を整えてまいります。次に北の先森大港地区整備事業についてでありますが、平成21年に旧大港水源地水道施設が国の重要文化財に指定されたことを受け、水源地公園周辺の文化歴史的施設等を活用した観光交流ゾーンとして整備を推進してまいります。次に北の先森アンドパン等運営 PR 推進事業についてでありますが、北の先森大港地区整備に係る施設として、北の先森アンドパン及びむつ市大港展望台を4月にオープンすることとし、市民の皆様や観光客の憩いの場を提供するとともに、交流人口の拡大を目指してまいります。次にクルーズ客船誘致事業であります。誘致歓迎事業でありますについてでありますが、5月に大型クルーズ船日本丸およびパシフィックヴィーナスが大港港に寄港する契機を捉え、関係機関と連携しつつ歓迎事業を行うことにより、陸奥下北地域の魅力を伝え、さらなる誘客を図ってまいります。次に野源温泉開湯400年記念事業についてでありますが、野源温泉開湯400年という記念の年を後期に地域活性化等を図るため、伝統と未来志向を織り交ぜたさまざまな記念イベントを予定している官民による実行委員会に対し、経費の一部を助成いたします。次に道の駅整備事業についてでありますが、休憩機能、情報発信機能、地域の連携機能の3つの基礎的機能のほか、地元産品の販売等を通じた一次産業の振興や観光客誘引による観光産業の振興につなげる機能、災害に備えた防災機能も兼ね備えた魅力ある道の駅の整備を図ってまいります。平成27年度は基本構想策定業務、用地購入等を行う予定となっております。平成27年度の予算編成につきましては、冒頭でも申し上げましたように、通行不税の減少、市税収入や社会保障費への影響、少子高齢化による市税収入や社会保障費への影響、公共施設の老朽化問題など数多くの課題が山積する中での作業となりましたが、私といたしましては地域産業の育成、所得の向上、人口減少に歯止めをかけるといった好循環を目指し、積極果敢に希望の町むつ市の実現に向けて邁進してまいる所存でありますので、今後とも市政発展のためご理解とご協力をお願い申し上げます。それでは次に発表事項の2つ目であります。市民共同まちづくり会議企画アイデア大発表会の開催についてであります。公募により選ばれました17名の委員によります市民共同まちづくり会議では、これまで共同のまちづくりを推進するためのアイデアを話し合ってまいりました。取りまとめたアイデアを3月14日土曜日午後1時から陸奥市立図書館アスナロホールにおいて市民の皆様に発表いたしますので、多くの方のご来場をお待ちしております。主な内容は、多様な主体がつながり、各種コミュニティ情報の集積発信を行う仕組みであるまちづくりプラットフォームの構想について、そしてこれからの陸奥市を担う若者たちに地域への関心を持ってもらうためのアイデアを検討している
若者学生連携チームなど5つのアクションプロジェクトチームから、私がやりたいこと、地域が求めること、私ができることを心がけて検討してきた企画アイデアのプレゼンテーションとなっています。でまた当日は市民と行政、市民の皆様と行政が連携し魅力ある街を築いていこうという思いをたくさんの市民の皆様の歌声で綴ったムツ市民歌 We are the ムツバージョンを映像として作りましたので、合わせてお披露目することとしております。で続きまして3点目がありますけれども、ムツ市公式ホームページのリニューアルについてであります。市民の皆様への情報提供の柱の一つである市のホームページを2月27日金曜日午後2時にリニューアルさせていただきます。不正アクセスなどに対するセキュリティ機能強化のほか、スマートフォン用サイトの新設、安全安心情報、観光情報などコンテンツの整理充実、市公式 Facebook、Twitter、YouTube のリンク、バーナーのトップページへの表示などにより、多様な情報入手を簡単にできるようになりました。また、英語、中国語、韓国語など約90カ国語の翻訳機能も利用することができるようになりましたので、日本語以外での閲覧を希望する方にも役立つものと考えています。今後も市民の皆様、当市にお越しになる皆様が利用しやすく分かりやすいホームページとなるよう努力してまいりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。それから最後4点目でありますけれども、ムチュランファミリーイラスト、ムチュランファミリーイラストが新1年生のランドセルカバーに使用されることになりました。今年度実施した市民政策提案の親子で提案コースにおいて、ムチュランが大好きな親子からランドセルカバーのイラストをムチュランファミリーに変えれば新1年生は学校に行くことが楽しくなり、ゆるキャラの宣伝にもなるという提案がありました。で具体的にそのお子さんからいただいた図柄がこちらでございます。でこの新1年生ので新1年生のこのランドセルカバーですけれども、あ、本物はこんな感じになります。背負ってくればよかったランドセルカバーはこれ市が作成しているものではなく、むつ市連合 PTA が新1年生の登下校時における交通安全確保のために作成配布していることから、審査の対象とはなりませんでしたが、この提案を連合 PTA が実現してくれることとなりました。ランドセルカバーを新1年生へプレゼントすることに先立ち、3月17日に第2田辺小学校において提案者である6年生の児童にランドセルカバーのデザインのお礼としてデザインプレートのプレゼントセレモニーが行われますのでお知らせいたします。なお市からはムチュラングッズの詰め合わせを記念品としてプレゼントしたいと考えています。以上で私からの発表を終わらせていただきます。